あ、バロになってた？タイトル。ごめんなさい。ごめんなさい。今僕は嘘を一つつきました。バロラントではありません。ゼルダの伝説です。申し訳ございません。私は今嘘をつきました。ごめんなさい。タイトルを間違えました。ツイッターの方は返したんだけど。ごめんなさい。ガチで嘘です。すいません。マジで間違えました。バイバイ。さようなら。さようなら。申し訳ございません。今のバロはこんな感じなんですよ。申し訳ございません。バロではありません。音でかっ。音でかすぎて死んだ。血色だった。マジでジャイロやりやすい。マジでジャイロやりやすい。これのいいとこやな、コントローラーのジョイコンのいいとこや。ほぼ雑なエイムだったらキーマウに近いエイムできるからね、ジョイコンって。雑なエイムなら正確なエイムはできないけど、まあもともと正確なエイムできないけど、ジョイコンマジおすすめ。ストーリーほぼ進んでない。進めようとはしてる。ここにライネルいたんだよな。ライネル倒すと装備と金がもらえる。ストーリーを進めるべきであろう。コログだ、これコログだ。かわいいコロギャグ。めんどくさ。
す。あ、乗り物ある。これ走るんだっけな、こんだけで。多分タイヤが動けた。なぜ重いのか、僕は。なぜこれ、なんでタイヤが足りない。車作れるんですよね、このゲーム。てか戦車とか作れるんですよね。ツイッターで見た。すげえの作れる。その気になれば。あ、俺逆だ、ひっくり返ってるわ。車。タイヤが逆だ。作れてみたら。車使えんの。ちょっと曲がらん。タイヤが2個だから曲がらん。普通にすごない？あ、しかもめっちゃ速い。これいいわ。バッテリーの持ちいいし、馬いらない。マジですげえ、このゲーム。こんなことが、こんなことが。アイディア賞あげたいわ。なんかマイクラみたいな、マイクラみたいな要素入れてるのすごいと思うわ。なんだこれ。ほら、車に乗って帰りたいとこだが、もうこれで帰ろう。なんか大体のゲーム、最近オープンワールドってあんまり面白いゲーム出てこないから。なんかオープンワールドって作るの本当にむずいんだなと思うわ。あ、本物。
まん支えてる人だ。大丈夫か。許されざることが起きてしまった。こいつはこいつはどんな弱みを握られてんだよ、社長に。許されざること、看板すら倒せない、すごいな。支えがあったらいけるから。さすがにこれでいけるだろ。うーん、うん、やばいやばい。うわ、許されざることが起きてしまった。各地でやったらこれどうなるんだろう。ほら、これでいいだろ。これで絶対倒れないだろ。やばい。あ、よく見たらちょっと看板の構造が違うんだ。だからこっちに倒れてきちゃうんだ。今やと違うんだ。横に重りがついてる。こっちに倒れないように支えをつけないといけない。ほら、うーん、うん、あ、やばい。ちょっと待って、なにこれ。ふざけんな。箱になるもん、絶対倒れないやつる。えのきだ社長は俺が守る。あー、ダメか。いや、やってみるといいか。うわ、話せねえ。はぁ、うん、やばい。あー、よかった。これやってたらどうなるんだろう。どんどん難しくなってる気がする。変わんないな。ああ、おお、全然ずれてんぞ、お前。あかんやん。さあ、ライネルいたんだよな、ここに。どこだ？いた！ライネルっていう前作からの結構強いモンスターがいて、そいつが割といいアイテムとか落とすんですよね。割と強いしかも。
いや、ライネラでもマジで弱いっすよ。普通に弱い。特にこいつ弱いライネルだし、前作で俺散々倒してるしな。前作で散々倒してるし、こいつもうラッシュが効くから、これでラッシュが効くから、このる武器によってモーションが違う。攻撃してくるモーションが、あ、痛い、ちょっと肩やってよかった。一回離れたらこれやって、これもバックでラッシュ取れるから、もうそんだけど終わり。これで落とすアイテムが高いし、強い装備落とすから、まだこいつは弱いけど美味しい。ほらめっちゃ強い。まあ、これはあんま強くないけど、レベル低いライネルだから。弓が強い。まあ、これ弱いな。弓がね、3点バーストなんだよね。しかも弾1発しか吸わない。3点バーストじゃない、なんだこれ。3つ出る。3ウェイガン。ゲーム音量はでかい。こんなもんかな。ちょっといじったからだ。序盤は頑張りばったっすよ、このゲームは。最初にやること、この世界に来て最初にやること、それは頑張りバットを集めること、忘れないでください。もうディアブロ6だろ、俺バーバリアンでしょ、もうこれ。ぐるぐる回ってファームする。ババでしょ、これ。頑張りバッターリーフシールドあるからね。一発さえてくれる。これで頑張りました。60匹。まあこんなやればいいか。ホコラも開けたし、ストーリー進めてみるか。草むしり検定。
装備はね、そりゃ簡単に揃えますよ。ハイラル城に行けば。装備はこれハイラル城っす。あれ？ん？うわ、行くとこ間違えた。ハイリアの盾は前作でもあれだけどね、最初から取れるけどね。そう、耐久防御力144にするには終盤に取らなきゃいけなかったし使い捨てだったけど、今作はそんなことしなくてもいい。今作の後から追加効果つけることができるから、あと序盤じゃなくてもつけれるから追加効果。リーバルトルネード。割とそんなことしなくてもやれる。いらね、剣はいらない。ちなみに雪原とか氷の上で縦サーフィンしても耐久減らないはず。行けと眺望台。あ、これもらっていいの？ぬっす。ああ。いらねえけど。ガチャするのにもらえる、使える無料チケットみたいなもんや。ぬっす。いただきます。薪の束って料理して飯にできた気がする。昔の作品では飯にして食ってた気がする。バッタ料理するわ。バッタ料理する釜と石釜で、料理するための釜で薬も作れる。バッタ煮込み。あ、なんかマジでスタミナ正義だから、このゲーム、これがあるだけでまあめちゃくちゃ時間短縮できるんだよね。初途化できるっていうか、の本来登れないとことがパッていけるから。あれ、大成功。なんか大成功するのはなんか週末だった気がする。
スタミナイズパワーっすよ。大丈夫っすね。東方薬ゴーゴータケケじゃダメだね。あ、おいしい。ゴーゴートカゲ全然ダメだね。移動力アップ1しかつかん。大成功した。移動力アップ1じゃな、大して変わんねえわ。天の鳥船に春のこと村に吹くべき風パタリと呼んだ。やがて天を呼ぶ道言われた。村人たちはどうしたものかと天を仰ぐ未来を座り続ける。虹鈍色の雲、その雲を突き抜けヒューと落ちてくるものあり、天からただのものが落ちてくるはずもなし、村人たちはそのものを神と呼んだ。天の島にある我が家が恋しいと神は来る日も来る日も他に立つ。あ、天空のあの島に住んでたやつが落ちてきたんだ。ここの上空に行けって話だよな、おそらくは。うわ、ガキはめんどくせえ。こういう時にロケットリーバルトルネード、これよ。さらに作り込んでおいたスタミナ薬を使う。もうこの備えがなかったら登れないですからね、これ。ここも登んの一苦労っすからね。これでショートカット。ショートカットもショートカット。なんだこの峠は。マウスパッドに結構欲しい。笑ってるな。笑ってる。いただいたやつ。これあれなんですよね。なんかガラスとプラスチック。不思議な素材。あ、もう乾いた。めっちゃいいわ。このマウスパッド、ガラスとなんかの樹脂の混合物なんだよね。合成物なんだよね。だから、こぼしてもいいんだよね。多少。めちゃいいわ。試練会。まあ、こぼしちゃいかんけど。あんま良くないけど、でも多分全然今拭いたらパッと乾いたよ。
なんだ？怪しいぞ。お、なんかめっちゃ怪しい。死ぬほど怪しい、あそこ。気球とか。気球とかバカらしいわ。こうやって行くんだよ。あ、上にあんのか。なんだ？こいつ俺、地下で倒したわ。地下で。弱かった気がする。こいつすげえ弱かった気がする。ここ撃って。こいつ、くっそ弱かった気がする。あ、いい武器がない。あ、危ない。ひるむから弱すぎ、弱すぎだろ。あら、壊れちゃった。うめえ。いや、うまくねえ。ゾナーエネルギーはうまくねえ。なんだこれ。これはクラフト用か。弱くなっちゃった。なんだよこれ、めっちゃ弱いじゃん。強そうなのに。古びたチーズ、なにこれ。こんな要素初めて見た俺。おお、あるじゃないの、ロケットが。いや、これ打ち上げに使ったらもったいない。普通にこれ自分の盾につけるのがいいか、ロケットは。ハイラルスタダの席。どうやって方向転換すんの？これどうやって方向転換すんの？あっ！あ、つった。これ空中で立つ構えて上飛べるかな？あ、くそ、無理だ。うわ、ラピュタはあったのに。やべえ、飛んでる。うわ、ラピュタはあったのに。いけねえか。気球飛んでっちゃったしね。こっちも気球あったな。まずったか、俺。つかめないかも、この壁。開けるわ。ここでスタミナ薬が役に立つってわけ。この大量に作っておいたスタミナ薬で。
どうやってこれ。おお、ちょっとこれどうやって前行くん。ちょっとまずい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 。燃料が持たん。これどうやって前行くんだ。ちょっとエネルギー食うか。落ちないから一生上がれる。あー、この床があれか、無重力の空間みたいに一生上がってくのか。そっちに水力を得たら。嘘つき。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。うわ、バッテリーが短すぎてさ、なんかこれツイッターとかのさ、ネタバレ、コロ逆とかのネタバレが流れてくるとさ、このバッテリーさ、とんでもねえ数なんだよね。あれ、どうやってんだよ。おかしいだろ。無理だろ。どうなってんのあれ。すごいよね。もっともしかして上、あるわ。ちょっと待って、これ上行った方が良かった。まあいいや、これ釣りだろ、釣り。なんか上に世界が広がってる。よし、とりあえずポータル開放。めちゃくちゃ上に世界広がってる。なんだこれ、どういうこと。射出だ。天気のせいで見えないよ。多分あっちに射出するんだ。射出するんじゃない、自分を。そのエネルギーもこれ入れてガチャれるんだ。やってみよう。あ、いけるんだ。おおお、やばい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 。エネルギーいらないだろ。あ、あ、めっちゃいい。エネルギー多分手に入るだろう。ロケット欲しいんだよな俺。ロケット100個ぐらい欲しいからここに入れようかな。タイマー爆弾ってなんだろう。ロケットめっちゃ出る。オッケー、とりあえずこんだけやればいいや。まあそういうことですわな。これは IQ200、 これはなんかあるぞ。はいはいはい、もうすごいアイテムの気配しかしない。こんなとこまで来させて、遠路はるばる。古びた地図。何、ちょっと俺が行ってくるわ。これ俺が何だろう、行けるとこだ、すぐに。
何なんだろうこれ。気になれば単純に。俺、ドラムエネルギーの結晶が欲しいわ。なんか、乗り物に乗りたい。あれ？あ、この人、クエストがあるんだ。あるんだっけ、なんかもらえるんだっけ。ソシャゲだったら図鑑埋めて攻撃力とか HP とか上がるよな。別にこれ意味ないよな。なんか意味あったっけ。サブ系があるんだ。そんなことより、ここに行くぜ俺は。古びた地図が指す場所へ。射出。やばい、めっちゃ暗い。ここか？若干低い。もう落下のあれないんだよな。おお。おい、もう。あ、取ってなんかびっくりした。これ。これすげえじゃんと思って、妻がこれ。持ってて、え、すげえの持ってんじゃんと思って装備したらあまりにもクソすぎて一回も使ってないんだよな俺。ここで出るのか。これ全く光らないんですよ。終わってるんだよな俺。まあゾナニウム掘り出したらキリがないから行こうか。地上でやりたいことがある俺は先に。ピカピカに光るんだったらいいよな。サミ。なんかいい装備がなくてな。かっこよくて強い服が欲しい。かっこいい服が欲しいな。誰だっけ。かっこいい、ハーツ。ああ、リト族みんなかっこいいよな。強そう、飛べるし。
え？上にいるって言ったの。かがり火を目安。マーカーが嘘ついてる。こっちで合ってんのかな。嘘つき、あ、こっちだ。嘘つきマーカーだ。セセリー、セセリー。なんだこいつ、ほらほらおいで。どっから来たのお前ら。ほれほらんやった。こっちで合ってんのかな。なんか坂道だと視界が狭くなるからやりづらいわ。なんか弓ゲーすぎるな。敵の攻撃が痛いからさ、なんか敵の攻撃強いんだよね。回転ギリゲーだと思ってたけど俺、前作は。この作マジ弓ゲー。あんまり殴り合いたくないもん、極力。ああ。ああ。本来ならどうやってクリアするんだ。ウルトラハン届かない。つららか。まあいいか。本来ならどうやってクリアするか知らんけど。B
ビーバルトルネード。これでいい。このゲームに成功法はない。必勝法はあるけど。あれ実際どうやるんだろう。まあいいか。あっ、言い方があればね。あー、外で多分木切ってくるんだ。めんどくせえけど、この水着水したら死ぬんだよ、寒すぎて。多分外で木切って、あ、ハリツキトカゲだ。それかハリツキトカゲでここ渡る。このハリツキトカゲっていうのを調理して食べると氷の壁とかもクライミングできるようになるから、それか外で木を切ってきて、あー、これだね。この木を使っていかだを作る、橋を作る。マジ無限大だね、これ。こうはなんかこのゲームのサブクエスト、報酬安いよな。おい、チューリーどこだよ、チューリー。おお、うん、ああ、こっちか。ドンキーゴムにこんなステージあったな。トゲトゲタルメイロみたいな。なんなのこのトゲは。なんでこんな群生してるんだ。やべ、ガチで。あ、よかった。天井にないのは優しさだな。ガチでトゲトゲタルメイロだ。これかっこいい。リザルエッジ。見た目一番好きかも。刀みてえで。そういうことか。まあここもいろいろ手段あるんだけど、まあロケットで飛んでもいいし、今落ちてたハイラルポックリっていうアイテムを使うと上昇気流が発生するんですよ。どこ行った？これを使うと上昇気流が発生するんですよ。ほら、これ飛んでもいいってこと。マジ普通に壁登ってもいいしね。なんならロケット使ってもいいし。攻略法は無限大。いいね。
草むらだと上昇気流出るね。草むらがなくても上昇気流出せるのがハイラルボックリ。普通の草むらの上昇気流よりめっちゃ飛べるしね。これなんだ、寒い寒い、これあったかい。逃がさん、おい大丈夫か、大丈夫か、半袖じゃねえかお前。あ、君はこの前手伝ってくれてありがとう。おい大丈夫か、支えてやんねえと。どうしよう、物がない。支えるためのものがない。危ない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 。雪でかくするか、転がして雪でかくして、危ない、雪でかくして、 OK、 こんだけでかくなったらいけるだろう。岩にくっつけて、でかくした、でかくした雪を岩にくっつけて支えにする。これどうだ、社長の看板これで止まる。危ない、こいつ死んじまうぞこんな寒いとこで。大丈夫か、これどうだ、話してみろ。できた。立っている。こいつ、こいつすごいやつだな。え、これ全部やったらなんかいいもんもらえそうじゃない？さすがに。あー20円なんだ、変わんねえな。あー、ありがとう。あー、しょぼい、変わんないな。頑張れよカバンダ、カバンダくん、カバンダ。ひどいな、えのきだ社長。こんなとこにね、若者を向かわして、なんだこれ、空から落ちてきた。あれか、シャリバオカにある一本杉、一本杉、あれかな。
射出かっこいいこれ、マジでアイアンマンみたい。盾ってクイック装備なかったっけ、めんどくせえな。まあ、いいや、そんな盾コロコロ変えることなかったからな前作で。そんなものはいらん、そんなものはいらん。こっから俺がいて、そんなものはいらん。こっから俺が撃ち落としてみてよ、このハイラル城で手に入れた黄昏の弓を使ってな。黄昏の弓マジで SR なんで、遠距離いけるんすよ、遠距離いける。弾落ちなさすぎ。やったか。た。おお。かわいい、こいつら運ばれてくるのかわいい。壊れちゃう武器が、壊れてる。蛇腹伸びます、これ黒目です、黒目で。リザルフォスの尻尾はね、射程が伸びるから使いやすいんです。いや、いいなぁ、飛べるの。このゲーム、種族選べるんだったら俺、絶対リト族選ぶよ。ゼルダ姫を。
いらね。うわっ、もう武器構えんなお前。失礼だぞ。ハンマー作りたいな、ハンマに浮かぶ島に向かおう。いや、そんなこと言われてもな、どうやって行くの。無茶ぶりだろ。ヘブラ山の山頂近くの空なので、あれか、なんかアスレチックみたいになってる。ほな行きますか。テイクウィン、テイクウィンしますか。しょべえ、風こんだけか。上に風を起こしてくれるんだったらまだ使えるんだけど。リーバルは偉大だったな。マジでリーバルは偉大だった。やばいっす。よっ、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 ご了承、ご了承バッター。いや、これが一番強いんですわ、このゲーム。多分やってるやつはね、俺よりやってる、めちゃくちゃやってるやつはね、この上まで乗り物で行くと思う。眺望台あるのか。ん？眺望台あるな。あれ行くか。おとなしい方だよ、多分俺がやってるやり方。マジ成功法だよ。まあ、本当の多分、本当の成功法は普通に歩いていくことか、まあ、これで飛んでいくことだろうけど、骨たは楽だな、言うて。よーし！こいつら何なの？虫。このマップが広がった時に、なんか安心感すごいな。セーブみたいな、真の意味での。前作からそうだけど。
お前これが一番最初にやることだからな。なんかストーリーとか進まなくていいんだよな、ぶっちゃけ。こんなもん。まずはこのゲーム、まずはマップ広げる。あ、本当にストーリーやんなくていい。うちの妻もこのゲームマップ広げてんの、一番広げてる時は多分一番楽しそうにやってるよ。探検してる時が。空にもこんな、何これ、あ、これバッテリーか。空にもこんなに、お、ちょっと待って、これあれでしょ、最強の乗り物作れる。めっちゃ楽しい。俺これ早くやりたいんだよな。バッテリー少なくてできないんだけど俺。操縦桿も持ってないし、燃費がやばすぎて。もうマジでね、これマイクラっすよ、マイクラ、このゲーム。マジマイクラっすよ。行くぜ。やばい。いけー。やばい、なんか、付け方間違ったかも、俺。危ない。ちょっと、付け方間違えた。ミスった。しまった。積んだ。危ね、あいつ何だ、あれ斜めに置くんだっけ。ミスった。危ね、斜めにつけろ。危ね、ミスった。ミスった。ああ、マジでミスった。危ない。マジでミスった。ああ、くそ。ショック。裏へ。やったか。おい、なんだよ。射出してくる。もうしょうがない、これ。自力で行くしかない。射出。ロケットある。持ってけないんだよ俺。つけて持ってくしかない。射出。じゃあこっちじゃないんだけどね、目的地。なんか意味深だからこっち来てる。こんなんがあるってことはめちゃくちゃなんかあるでしょ。こんなの意味深すぎる。あ、なんだよ。危ない。ロケットあるな。ロケット補充してこう。射出。これさっき来ましたね、ここ。GG。いや、違うわ。
祠がある。来てない。なんだ。光が差し込むでしょ。これさ、これさ、何でいいの。何これ。何これ。動かねえだろうな、こんな風一つで動くんだ。ストップ。浮上。危ない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 。大丈夫、こすりつけてるからなんとかなる。大丈夫だ。もうちょい上がってほしかったな。こっから自力で行くか。よっよっ、フィジカルで行こう。リンク、お前はいいよな、飛べて。なんだろう、水晶の玉ってここじゃないんか。え、ここじゃないの。謎だな。うろ、やったことないんだよな俺、こういうの。これ知らないわ。ここを刺してるけどね。下にある。明日。え？やばい。わかったこれ。中だ。この島の。中が空洞になってんだ。で、通れるふうに下から入るんだ。天才すぎる俺。本当に IQ 高い。自分で言うのもなんだけど、本当に IQ 高い俺。本当に IQ 高いと思う俺。手で持ってくのこれ。船作るか。さっき失敗したやつやるわ、もう一回。で、斜めにすんのかな。こうかな。こうかな。あ、違う、手前の、手前だ。こうかな。で、乗った時に、あ、こうだ、こうだ、こうだ。これ、つけて飛べるかな。まあ、見てな。すげえから。これ。妻のデータでこれ一回作って遊んだ。もうちょっと下かな、本当は。下って、こっちが。まあ見てな、すげえから。多少重くても多分いけるだろう。そんなバランスとか綿密に考えてないだろう。マジ別ゲーだからね。別ゲー感やばいからね。こういうゲームありそうってなる。どこにつけようか。
まあなんとかなるだろう。ここにつけよう。なんか重くて傾くとかあるかな。ここにつけとこう。なんとかなるだろう。いけ、ちょっとテスト引こう。あ、重っ。ちょっと重くてダメだ。宝石はダメ。重い。宝石は重い。これに乗せて持ってこう。重んないわ、こんなに乗せて持ってくの。左右対称につけないと傾くんだ、飛んでる時に。これはスペアバッテリーだ。これがついてるとバッテリーの消費が抑えられる。抑えられてる。これが使ってくれる。もしとけばいいと思う、多分配線してるところに。で、これが操縦かな。で、操縦できる乗り物を。行くぜ、関雄太号。行こうぜ、発射。向いてないからな、多分無重力状態になってない。多分地面に重さの判定が出ちゃってる。地面についてるものは、地面に物がつくと重さの判定で滑走路とかないと飛ばなくなる。行くぜ、発射。あ、俺扇風機の向き逆にしてるわ。これでいけるはず。行くぜ、発射。おお、なんだこれは。俺は今最強になった。この乗り物であの雲に突っ込む。ラピュタまで、ラピュタに。やばい、電池が。エンジン破壊。エンジン喪失。燃費悪い、ダメだ俺。あっ、まあ近いから行くわ、もう一回。近いから行ける。アイテム使えばバッテリーも持つから。よっと。よっ。ミスった。なんかバッテリーを無限にするシャトーロマーニみたいなアイテムがある。これ決めとけばバッテリー持つ。これめっちゃいい乗り物。これ地上に持ってこうぜ。すごいぞこの乗り物。あれが悪い。ちょっと待って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 。
操作感が悪い。めんどくせえな、クソ。まずくっつけます。空中で落ちたら大変なので、いきます。次はもう落とさない。ちょっとコード上げとこう。うわー、バッテリーの消費が重いけど多分自動で進んでいくはず。方向さえ合わせれば、あとは方向だけ合わせ、そしたらもう自動で進む。無重力空間みたいなもんだから、この乗り物。高さ回して、 OK。 進んでるね、これ。進んでないか。まあいいか、落ちないし。バッテリーの回復もあと、バッテリーが少なすぎるのマジでストレスなんだけど。本当にバッテリー10本ぐらい欲しいよ俺。携帯のバッテリーすぐダメになっちまう、このリンク。オッケー。オッケー。オッケー。で、これどうなん？何時に蝶を払う光を与えん。おい、入った瞬間これくれよ、もう。まさかこれでまた試練あるとかないよな。入っちゃおう。多分もう入った瞬間、もらえるんじゃない？こんな苦労してるんだけど。だから。なんなら2個ぐらいくれてもいいと思うんだけど。そういうの欲しい。ありがたい。本当に入った瞬間もあれだ。なんかこれ以外にもっと頑張りとか増えるあれが欲しい。ボス倒したら確かハート増えるんだけど、頑張りめっちゃ欲しい。ありそうやけどな。あ、ここらある。行きますか。さすがに届かん。天気悪くても見えんし、めちゃくちゃ意味深。読むことはできない。クソ意味深なんだけど、ここあー、写真か。確かに。しまった。しまった。そうか、こういうの写真撮っとくのか。確かに、後で写真で見せようっていいやついそう。
これどうやって行くのこれ。あれ、行けなくないこれ。あ、祠あるな。とりあえずそこ行くか。祠があるところに行けば、とりあえずなんとかなる。よし。なんかこれ、しょっぺな。この、風、そよ風巻き起こすやつ。もっと、ブワーって言ってほしい。前作の鳥枠はね、最強の技使えた。マジで最強だった。前作の鳥は。まあ今作はでもそれがロケットなんだけど。ロケットと同じことできちゃうからもう存在価値なくなってるけど。リーバルトルネードマジで有能だったよな。どういうこと？お前なんなん？あー、びっくりした。知らんがな、お前の事情は。てか、本当に、なんなん、この丸。船だ。これは空飛ぶ船ですわ。これで行けと。ゴーイングメリー号だ。どうやってこれ動かすんだ。風を起こすのか、扇風機で。で、上に上がってくんだ。船いっぱい飛んでる。我が元へ。めちゃくちゃ船飛んでる。了解。上に行けばいいんだな。ちょっと待って、これ本当に行けるな。なんかすごいやん。本当にこれもジャンプ台臭いな。いけるようになってますよ、これ。これも多分ジャンプ台でしょ。任せてリンク。なるほど、こいつの能力を使っていくのか。こっちの方が早い。多分これが一番早いと思います。準備できたよ。これまずいか。マジでいいね。
タミナの暴力でゴリ押すの。ゴリ押すっていうか無駄な迂回しなくていい。あ、それルーフか。そっか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 。俺あれなんだよな、ブレスオブザワイルドをあまりにもやりすぎて、俺めっちゃやったんですよ、ブレスオブザワイルド。トーレルーフの発想が出ないんですよ。ああ、トーレルーフ使うのか。マジで発想になくてね。なんだ、俺秋です。俺上登るのに全部使っちゃってるわ、あれを。スタミナで登っちゃってるわ。あれブレスオブザワイルドのプレイしてるんだよな。マジでトーレルーフ使わない、発想にない。これも通れルーフか。俺は、ああ、なるほどね。シャワ。ちょっと、前作のやりすぎだな。本当に俺結構やってたんですよ、前作。まあ、本当に、どれだろう ?3 週ぐらいはしてんじゃない?配信で。配信で1回やった、配信外で2回ぐらいやってんじゃない ?DLC も全部やった。チナ。チナ DLC も。バイク取ってバイク、バイク取って英傑のスキルも強化までやった。怪しいな、下に多分船あるだろ。やっぱりで、これ飛ぶんだ。これは IQ200。 怪しいな、ここもどうせ船あるだろ。これは IQ200。これは、いや、IQ 高いっすよ、やっぱ。高 IQ プレイ。初見です。ガチ初見です。この船を伝っていくのか。ちょっとしたジャンプでいいんだ。登ってる？これ。登ってねえ気がしてきた。意味深だな。ここで飯を作っていけという話。頑張り系。ちょっと頑張り系の。飯をたくさん作っときたいね、回復と。
頑張りゲージゴリ押しプレイ。あとはあれが欲しいけど、本当は攻撃力アップとか防御力アップ欲しいけど。任せてリンク。結構登ってきたな、頑張って。ガチャ素材もらいます。こいつ強え、普通に。おお、いい、つら。あ、つらら、つえ。いい素材。壊れちゃった、つらら、すぐ壊れちゃった。ワンパン？え、どこから？え？ワンパン？どこから？これ体弱すぎるよ、リンク。マジで体弱い。この鳥強いな。一緒に戦ってくれる鳥。あ、マジで強い、こいつ。救済だ、救済、これ。バカ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 。いや、今縦張りっぱでよかった。あー、マジでバカ、マジでバカ。ちょ、爆弾強すぎる、なにこいつ。マックスバカ。もう俺ボスだろう。腕打ったらこれぶっ殺せるんじゃないの？よし。隊長ゴーレムか。そりゃ強いわけだ。
なるほど。ここは賢き者は気球を使う。さらに上を行くものはロケットですか。でもなんか気球で普通に一番上まで上がっちゃうのが良かったのかな。行けばいいんだ一体。もうこれだ。高度が高いからか。ちょっと待って、上が果てしなさすぎる。おお、いい感じしてる。一回セーブ地点をここからっていうワープ地点を用意してくれたってことは、こっから先はやべえから準備してこいってことだな。本当はまあ準備はしてきたけど、このまま多分渦に行っても死ぬんだろうな。行けるとこまで行くぞ。高みを目指す。逃げる船が。スタミナゲージ上げてなかったらきつくないこれ。どこだ？どこに行けばいい？次はどこだ？この列だな。準備できたよ。行けてんのかなこれ。怖いところにしまった手が。こんな風の中でもパラセル飛べるんだな。絶対無理だと思うけど。とんでもないところに来てしまった、リンク。高所恐怖症には無理だな。いい風が来てる。俺だったら帰ってるわ、怖いから。
届かん。一回避難。すごいな、入るまでは結構大変だったな。入った後が大体大変なイメージなんだけど、このゲーム。まあでも前作も入る前にちょっとした戦闘みたいなのあったか。あ、任せてリンク。目ですね、目。上から行けばいいよ。静かになった。何やマジ、真珠みたいな感じだもんね。おそろ突撃。風の神殿。なんかちっちゃいな。中は広いんか。何をすればいいんですか？寒いでしょ。難しそう。ゼルダの伝説の神殿の謎解きは俺結構苦手なんだよな。楽しいとこは楽しいけど、めんどくさいギミックあるところは苦手なんだよな俺。子孫よ、我が子孫よ、目の前にある甲板の扉には5つの鍵がかかっている。すげえ親切に教えてくれんじゃん。そなたの力を使い、すべての鍵を解除すればその扉は開くだろう。すげえ教えてくれんじゃん。鍵を取ってくればいいの？我が導きにして。なんか狭くね？普通にダンジョンってめちゃくちゃ広いイメージだけど、中広くなってんのかな。鍵を取っておこう。はい、ちょろそうだな。まずここに1個ウルトラハンドで開くだろ。こんなもん開かない。上はない。一番近いようで一番遠いと見た。いや、矢がいっぱい出た。ってことは矢で撃って開く扉の可能性がある。ふん、もったいない。燃やした方がいいな。火の棒を燃やして温めた方がいいな。ここはダメ。じゃあ先にこっち行こう。B2、B1。1階。
マヤウメイキセのほぐら。こっから行こう。1階のほぐらから。この氷割っていけんじゃない ?B1 だ。まあ、俺のゲーム IQ を見せるときが来たが、俺ガチでゲーム IQ 高いんですよ。てかね、なんだこれ。氷、そんな、溶かすのに大変なわけないんだよ。アイテムなかったら積んじゃうから。多分氷なんかで溶かせるもん。え、ちょっと待って、氷ね、おかしいんだよね。そんな、ポンポコポンポコあんのに、これ溶かす手段ないじゃん。もし、アイテムなかったら。なんか多分手段あるはずないよ。この氷をきれいに破壊する手段。割とね、そんなわけないんだよね。さっきから、火炎草投げて俺溶かしてるけど、そんなわけないんだよね。これはちょっと違う。まあいいや。なんか多分簡単に壊せる方法あると思うんだよね。いらね。あい、なんだこれ、アイテムだっか。氷をもっと簡単に溶かすのもあると思う。オッケこう作られる前に戻れこで巻き戻して扉をなくそう。あれ？ちょっと待て。あんじゃん。そんなわけないだろう。スララとスクラビルドってでもあれなんだよ。持ってるものとして合成できないんだよな。あ、そういうことだ。スクラビルドじゃなくてもいいんだ。こういうこと。はい、天才。頭があまりにも良すぎる。もう出てる。すでに俺の IQ 出てる。ほとばしってる俺の IQ が。うえ。すでに出てる。ここで多分1時間悩む人もいるね、世の中には。まあ恥じなくてもいいよ、俺が早すぎるだけだから。ねえ、見てる。風シャンプーの形。ありがとう。よーし、いけ。答えはありがとう、チューリー。リンク、これが鍵だね。え、マジで簡単じゃん。俺は賢すぎるのか。すまねえ。賢すぎてすまねえ。ゲームやってると俺頭いいんじゃねえかって錯覚しちゃうよな。熱っ。
これで多分氷溶かすんだ。頭いいんじゃないかと思うけど、この前 IQ 俺72って言われたからな。 IQ ゲームでそんなわけないと思うんだけどな。絶対IQ高いよ俺。どうやって地下に行くんだ俺は。まずい。あったかくなる飯いっぱい持ってきてよかった。めちゃ寒いここ。関係ねえか。あれ、ちょっと待って。なんだ。これどうやって近いくんだ。道が分かんなきゃさ、俺もギミック解けないわけよ。入り口が分かんないと、俺も何もできないわけよ。入り口が分かんない、入り口が。すぐ一番難しい、ギミックで一番難しいのは入り口だよ。待てよ、これ。こっからしか入れない。ここって、でもここって、今宝箱を開けた場所だもんね。今開いたな、今日一箇所鍵を動かして。あれ、ここだよやっぱ。こっから中入るんだ多分。なんか見落としてない。
上の大砲は何？あと上の大砲に撃たせて破壊してもらう扉を。この大砲なんすか？ここだ。あ、違うな。ん？ゴツボか。あ、横だ。が、入れない。向こうの横だったらいいよ。横だ。なんか、なんか入れそう。なんか空いてるとこありそう。一箇所、一箇所ぐらい。まずいな。やった。あ、やっぱり。やっぱ横か。これは分かんないわ。俺じゃなきゃ。これはマジで分かんないわ。早く気づいた方な気がしますよ、僕は。ロケットいっぱいあるけど、あ、鳥の、おい、話と違う。鳥で飛ぶのか、これ。投資をよくしました。意味がわからん。あ、やめろ。この宝石に触るんじゃない、貴様。この汚い手で。とりあえず困ったら上見た方がいいな。上に行けるゲームだから、今作は。自分がどこに向かっているかもよくわからん。風ですね、これは。間違いありません。いい
風を受ける形をしています。手動です。なんだ？これか。これあれか。回せないか。さすがに長いもんつけたい。長いもんつけたら力触りやすくなって、そこまでできてね。あ、でもつくってことはいけないな。これで回るか。そしたらすごいけど、すごいわこのゲーム。あ、外れちゃった。すごいわこのゲーム。マジ？マジ？あー、そう、回ってんのに安定感がない。すごいわこの。今開いたから戻ることでいい。戻るかできないな。今開いたよな。じゃあこれ戻る、これだ、これでいい。あっ、もう一回やんなきゃ。え、普通には回せないよ。分かった、別に何でもいいんだこれ。別にこれ長いもんじゃなくてもいい。これにつかま判定がないからできないだけ。これでいいです。で、これこうして天才だ。これは天才だ。あまりにも天才すぎる。ほら、取り行くぞ。天才だ。パワーな今の。え？あと3つ。嘘でしょ。頑張ろうリンク。ええ？なんで？どう見ても成功法じゃん、あんなの。マジか。寒い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 。寒い寒い寒い。こいつ。これ2箇所目。残りは？あとどことどこだっけ？ここに3箇所。地下2階、地下1階、地下1階か。じゃあまた下行かなきゃいけないじゃん、どっちみち。強えな、ポリ。
回近い一回行こうか。さっき行けなかった方向に。こっちの方向行ってないぞ俺。なんだこのレーザーは。させぬ。トラップ。マジでしょうもねえ嫌がらせみたいなトラップじゃん。なにこれ。マジでちょっと待って。これ下に来させるってことは下をよく見ろってことかも。下から入れる。あ、やっぱそうだ。やっぱそうだ。わざわざ下に来させる意味があるはず。で、これで下行ってちょっと待って、どこだっけ今の入りさんとかあったの今あれだ、あそこだ多分。あれどうやって行くんだろう。バカ。行けそうじゃない？この、この、まあいいや。あ、行けるね。絶対行けるね。タイプ4を見て。準備できたよ。おお、うほー、天才か俺。貴様。はい、3個目。やべえ、俺天才だ。うちの妻がこれ一人でクリアしてたんだけど、俺をクリアできたのか。ゲーム慣れてないからできるとは思えないんだけど。うん、なんか成功法じゃないのか、これ。道がこっちにもある。成功もそうもないか。いや、こっちから進むのか。バカにしてるわけじゃないんですけどね。ゲームマジでできないんですよ、うちの妻。やった。怪しいな。いや、怪しいな、これ。いや。
ああ